今年もさまざまな出来事がありました。1年の主な出来事をこちらにまとめています。まず3年目を迎えたコロナ禍、政府の対策方針に大きな変化がありました。まん延防止が1月に発令され、そして3月に解除、5月には下ですね、3年ぶり行動制限のないゴールデンウィーク、さらにこちら右行きまして10月にはコロナの水際対策も緩和され、ウィズコロナとして日常を取り戻しつつあるというふうに思いますが、鈴木さんは新型コロナについて現状どのようにお考えですか？そうですね、今年全般的にそのやっぱりウクライナね、これは非常に大きかったでしょうね。それから安倍さんの事件なんかもね、銃撃事件なんかありましたけど、僕はねコロナがなんとなくこれで見ると、あ、山を越えたかなっていう感じがあるんだけれども、僕はそうは思わないんですよ、はい、やっぱりねこの前もつい日曜日もちょっとそういう関係者飲食店の人たち取材をしたんだけれども、これからね支援のお金の返済が始まったりね、まだ要するにお客さんだってコロナ前まで戻ってないんですね。でこの4月にねお店閉めようって言うんですよ、閉めるって言うんですよ、コロナはこれだんだん前に向かってるのに。でやっぱりその支援金を返済しなきゃいけない、だから学生でやっぱり退学していったりとか、後遺症の人とかいっぱいまだコロナって難民がいるんですね、だそういう意味ではねこれ、あ、コロナ今年 あったな、終わったな、前進んでるなと思っちゃいけない。来年からもきっちり報道現場はこういうコロナその後どうなってるのかを取り続けなきゃいけないなっていうふうに僕なんか思いますね。はい、そして今鈴木さんからもお話ありましたが、2月ロシアによるウクライナ侵攻で防衛費の増額やエネルギー需給の逼迫、さらには物価高など本当にさまざまな影響を引き起こしました。さらに、こちらですね、旧統一教会問題など今まさに山積みとなっている問題、次々と明るみになりましたが、鈴木さん改めてどうお考えですか？いやもう結構いろんなことだから岸田さん言ってましたよね、もう歴史的なことが起きた、向き合っていかなきゃいけない、本気で向き合ってくださいよと僕は言いたいですね。そんな暗い話題も多かった1年ですが、スポーツに関しては明るい話題も多かったです。まず北京オリンピック・パラリンピックの日本代表選手の活躍に始まり、メジャーリーグでは大谷選手、そして、日本の野球界では村上選手が活躍、さらに記憶に新しいサッカーワールドカップの活躍もありましたが、ただ一方でですね、東京オリンピック組織委員会の元理事が逮捕されるなど、こういうスポーツ大会をめぐる不祥事ということも発覚しましたが、さあ改めて鈴木さんいかがでしょうか？はい、これはまあちょっと報道らしく言うとね、このオリンピックに関する事件ですよね、でこれから札幌どうするかって話もある。そういう意味ではやっぱりここはやっぱりこう反省すべきをもっと反省しないとね、組織委員会の在り方とかね、そういうふうにつなげていかないとこれはダメだなという、ある意味これは記録というよりは教訓をちゃんと残してくれてる感じしますね。はい、来年は明るい話題が多い1年になることを祈ります。